幻想郷で突飛なことが流行り出すのはさほど珍しいことでもない。ある日を境に突然次々と男性らしさを求め自らを着飾ってゆく少女たち。中には能力や魔法や怪しげなキノコを活用して本物の男になってしまった者もいるが、それさえもご愛嬌の範疇である。少女たちは特に理由も目的もなく、まるでそうすることが当たり前のように男となってゆく。そして気がつけば幻想郷からは少女という存在が一人残らず消えてしまっていた。